江口和夫ず月くがつ25日から2014年11月27日は、日本の政治家、元衆議院議員、元自民党副幹事長、防衛政務次官、運輸政務次官、衆議院厚生委員長、自民党商工部会長、学校法人八千代松影学園理事長、千葉県神社総大会長、日本会議千葉会長、千葉県インバ阿蘇村麻村上出身、 父が太平洋戦争でフィリピンのルソン島にて戦死、千葉県立桜第一高等学校卒業、千葉大学園芸別科終了。1974年5月、千葉県議会議員補欠選挙に立候補して、初当選し、その後4期務める。1978年、山口九太に約1万坪の土地を無償提供し、家賃を松陰高等学校創立に尽力。 副理事長就任。1986年第38回総選挙に史跡異変の後継として自由民主党公認で旧千葉一区より立候補し、初当選。小選挙区制導入後は千葉二区より出馬。1990年12月第2次海府改造内閣で防衛政務次官となる。1991年11月に 衆議院安全保障委員会理事、自民党交通部会副部会長、1992年12月に自民党副幹事長に就任。1993年、八千代松影学園理事長。1996年10月、安全保障委員会筆頭理事、自民党財政部会長代理となる。1997年9月、第2次、橋本改造内閣で、 運輸政務次官となる。2000年の第42回衆議院議員総選挙で落選。2003年の第43回衆議院議員総選挙で2度目の落選。政界引退。2009年11月、財団法人共和協会会長代行に就任。2014年11月27日、八千代市の病院で、水臓癌のため死去。77歳没。 信十四人。二千七年十一月、平成十九年秋の助訓において、極日、重光明を受ける。江口和雄氏が死去。七十七歳。千葉日報ウェブ千葉トッピ。二千十四年十一月二十八日、二千十四年十二月二十五日。漢報。ありがとうございます。